テティス、またはテティスは、土星の、第三衛星である。土星の衛星の中では5番目に大きい。1684年3月21日に、ジョバンニカッシーニによって、ディオネと共に発見された。テティス。右側に、巨大なオデュッセウスクレーターが映る。テティスの密度は、太陽系内の主要な衛星の中では最も低い、部類であり。 ヨネアレとと同じように、軽石等の岩石を含む氷が、主成分であるる。考えられる最近の研究でテティスが異常に白く光の反射率が高いのは同じ土星の衛星エンケラドゥスから吹き上げられた氷がその表面に膠着したせいではないかとする説が提案されている進行方向側の半球の赤道部分には 両極より温度が低い地域がある。この領域は、テティスの交点に伴って、高エネルギーの電子が衝突し続けるため、地表の氷が硬い氷に変化して熱が逃げやすくなっていると考えられている。同様の温度分布は、同じ土星の衛星であるミマスでも見つかっている。テティスのラグランジュ点には、トロヤ衛星のテレストとカリプソが存在する。 テティスは1684年3月21日にジョバンニ、序盤にカッシーニによって、ディオネと共に発見された。カッシーニはそれ以前にも、レアとイアペトゥスを発見している。これらの衛星は、カッシーニがパリ天文台に設置した大型の空気望遠鏡を用いて観測された。カッシーニは、自らが発見した4つの衛星に対して、ルイ14世を称えて、 シデラロードアセアと名付けた。これは、類の星という意味である。17世紀の終わりになると、天文学者はこれらのように衛星とタイタンを合わせ、サターン I からサターン V というように番号で呼ぶようになった。1789年に、ミマストエンケラドゥスが発見されると、この命名方法は、サターン7まで拡張され、古い語衛星の番号を押し上げる形で番号が、 振り直された。この方式が続いたのは1848年にヒペイオンが発見されるまでであり、この時はイアペトゥスの番号がサターンウェイトに変更された。これらの7つの衛星に現在知られている名前を与えたのは天文学者のジョン・ハーシェルである。彼はミマスト・エンケラドゥスの発見者であるウィリアム・ハーシェルの息子である。 1847年に発表した Results of Astronomical Observations Made at the Cape of Good Hope の中で7つの衛星に対して命名した。テティスの名前はギリシア神話の巨人族の一人テイティウスにちなむ。なお、ギリシア神話には別にテティスという妊婦が登場するが、この衛星とは関係がない。テティスは 土星からおよそ29万5千キロメートル離れたところを公転しており、これは土星半径のおよそ4.4倍に相当する。軌道離心率は非常に小さく、また軌道傾斜角はおよそ1度である。テティスはミマストの軌道傾斜角の共鳴に固定されているが、両者の質量が小さく及ぼす重力が弱いため、この共鳴は軌道離心率や 超積加熱には目立った影響を与えていない。テッティスの軌道は土星の磁気圏の内部にあるため土星とほぼ同じ角速度で回転している磁気圏内のプラズマが衛星の高校半球に衝突する。またテッティスは磁気圏内の高エネルギー粒子の継続的な衝突にさらされている。テッティスは自身の軌道上に境界点するトロヤ衛星であるて レストとカリプソを持っている。テレストは、テティスから60度先行した位置にある L4 付近、カリプソは60度後方にある L5 付近に存在する。軌道力学の観点からは、これらのトロヤ衛星は、テティスとの位置、位置の平均運動共鳴を起こしている状態にある。テティスの半径はおよそ 531km で、 太陽系の衛星の中では16番目の大きさで、ある。質量は 6.17020kg であり、地球質量の0.000103倍、月の質量の1%未満である。また密度は 0.98g 毎立方センチメートルと低く、大部分が水氷でできていることが示唆される。テティスの内部が、 岩石の核と氷のマントルに分化しているかは分かっていない。分化していたとしても、核の半径は 145km を超えず、全体の質量の6%未満であろうと考えられる。超積力と自転の遠心力による作用で、テティスは三軸楕円体の形状をしている。この楕円体の形状からは、テティスの内部は一様であり、 したがって分化していないことが示唆される。また、地下に内部海が存在する可能性は低いと考えられている。テティスの表面は可視光の波長帯で太陽系内で最も反射率が高いものの一つであり、可視光での気化アルベドは1.229である。この非常に高いアルベドはエンケラドゥスの南極から噴出して、 土星のいい感を形成している氷の粒子がテティスの表面に降り積もっていることが原因だろうと考えられている。さらにレーダーで測定した表面のアルベドも同様に高い。場所によってアルベドの値には違いがあり、光天の進行方向の半球は逆側の半球よりも10から15%明るい。アルベドが高いことから、 テティスの表面は大部分が純粋な氷からできており、暗い物質の含有量は低いことが示唆される。可視光でのテティスのスペクトルは平坦で、特徴に乏しいことがわかっているが、近赤外線では1.25、1.5、2.0、3.0マイクロメートルで強い氷による吸収が存在することがわかっている。 氷の結晶以外の化合物は、テティスの表面での確実な検出報告は、存在しない。存在する、可能性がある物質は、有機物、アンモニア、二酸化炭素である。氷に含まれる暗い物質は、イアペトゥスや、ヒペリオンなどの暗い表面を持つ土星の衛星に、見られているのと同じスペクトルの特徴を持つ。この物質の候補は、ナノ粒子の鉄か。 赤鉄鋼だと予想されるカッシーニによって行われたテティスの熱放射の観測やレーダー観測からはテティス表面に降り積もっている氷素性のレゴリスは複雑な構造を持つことが示されておりレゴリス粒子の空撃率は95%を超えるテティスの高校半球と先行半球の表面の違い なお色の違いは強調されている。テティスのレッドアークステティスの表面は色や明るさによって識別できる対域的なスケールの特徴を複数持つ。後天方向の反対側に当たる後後半球は暗く赤っぽい色をしており、これは後天方向の最後尾に当たる反後点に近づくにつれて強くなる。これは物理的特徴の不死でも述べた通り、 各半球におけるアルベド分布の非対称性の原因となっている。先行半球側でも、後天方向の先端に当たる地点に近づくにつれて、わずかに赤っぽくなる特徴を示すが、色が暗くなるという特徴は見られないのが、後攻半球との大きな違いである。このような2分した色のパターンが存在するため、北極と南極を通る大円に沿って、先行。 高校量半球の間に青っぽい体状の領域が見られる。このようなな表面の色と明るさの違いは土星の中型サイズの衛星では典型的な特徴である。この原因は先行半球に降り積もる E 間からの明るい氷粒子と高校半球に降り積もる外側の衛星からやってきた暗い粒子と関係している可能性がある。 また、高校半球が暗くなっているのは、土星の磁気圏内に存在して土星と境界点している、プラズマ粒子との衝突が原因である、可能性もある。探査機による観測で、テティスの先行半球には、赤道から南北20度にわたる暗く青っぽい、帯状の領域が発見されている。この帯は、高校半球に近づくにつれて、細くなる楕円形の形状をしている。 このような特徴は、その他には、見マスのみに見られる。この体上の特徴は、ほぼ確実に、土星の磁気圏内の一目部よりも、高エネルギーな電子によって作られている。これらの粒子は、惑星の時点とは、逆向きの方向に移動し、衛星の先行半球側の赤道に近い領域に、優先的に衝突する。カッシーニによって得られたテキストの、温度マップでは、 青っぽい領域は周囲よりも低温であることが分かっており、中間赤外線波長で観測するとパックマンのような見た目をしていることが分かっている。テティスの全球。カッシーニが撮影した常に土星を向いている側のテティスの半球画像。中央付近に大きな峡谷であるイサカ・キャズマが見える。テティスの表面には多くのクレーターが見られ、 直径が4 0トルを超えるものが多く存在している。先行半球の一部の領域は滑らかな表面になっている。また、カズマ地形と呼ばれる溝状の地形やトラフも多数発見されている。先行半球の西側には直径が4 5 0トルと衛星直径の40%に及ぶ大きさを持つ。 オデュッセウスという巨大なクレーターが存在する。現在のオデュッセウスは非常に平坦であり、より正確に表現するとこのクレーターの底部はテティスの球状の輪郭に沿った形状をしている。これはテ,ティスの氷近くの長時間にわたる粘性緩和が働いた結果だと考えられている。 ただし平坦といってもクレーターの円の頂上は衛星の平均半径から測っておよそ 5km の高さがある。オデュッセウスの中心部には2から 4km の深さの穴が存在し、それはクレーター底部から6から 9km 高い領域に囲まれている。この高い領域自身はテティスの平均半径よりも 3km ほど低い位置にある。 その他の特徴的な地形としては、イタカ国と呼ばれる巨大な峡谷が挙げられる。この峡谷は幅1 0 0トル深さ3トルであり、長さは2 0 0 0トル以上とテティスの演習の75%にも及ぶ。イサカ・キャズマは、テティスの表面積のおよそ10%を占めている。 オデュッセウスとおおむね同心円状に分布しており、イサカ・キャズマの極とオデュッセウスの位置は20度しかずれていない。この峡谷はテティスの地下にあった液体の水が固化する際に形成されたと考えられる。固化する際に衛星は膨張し、それに伴って表面にひびを形成する。テティスはかつてディオネトのに三軌道共鳴を起こしており、 これによってテティスの軌道離心率が上昇し、潮汐加熱も大きかったと考えられる。この加熱の影響で過去のテティスには内部界が存在した可能性がある。衛星が軌道共鳴から脱出すると軌道離心率を維持する気候がなくなり、次第に潮汐加熱も弱くなる。そのため内部界は熱源を失って凍結する。 イサカ・キャズマの形成には別の仮説も存在する。最大のクレーターであるオデュッセウスを形成した天体衝突が発生した時、テティスを衝突に伴う衝撃波が伝播し、氷蘇生の脆い表面を破砕したというものである。このシナリオが正しいとすると、イサカ・キャズマはオデュッセウスの最も外側の感情の地行だということになる。しかしカッシーニによる、 高分解能観測によるクレーター個数分布に基づく年齢推定からは、イサカ・キャズマはオデュッセウスよりも古い地形であることが示されているため、衝突によって形成された地形であるという仮説は可能性が低い。高校半球に見られる滑らかな地形は、オデュッセウスの対処点に近い領域に存在するが、正確な対処点から60度ほど北東方向に、 広がっている。この領域は、周囲のクレーターが多い領域とは、比較的明瞭な境界によって区切られている。オデュッセウスの反対側にあるという立地から、滑らかな平面とクレーター形成には関連性がある、可能性が指摘されている。隕石衝突の際に発生した地震波が表面を伝わり、衝突地点の反対側に集まることで平坦な、 地形が形成される可能性がある。しかし、衝突由来の地形の場合は、境界が曖昧な繊維領域を伴った地形が形成されると考えられる。この地形は明瞭な境界を持つことから、天体内部からの貫入に由来するものである可能性がある。例えば、オデュッセウスを形成した衝突によって生成された。 テティスのリソスフェアの脆弱性に沿って発生した、貫入などである。テティス表面に見られる衝突クレーターの大部分は、単純な中央球を持つタイプである。直径が 150km を超えるクレーターの場合は、より複雑な丘とリング構造を持つ形態を示す。最大のクレーターであるオデュッセウスのみが、中央付近が沈んだ形状をしている。 古い衝突クレーターは新しいものに比べて幾分か浅い形状をしており、これは地形の緩和の度合いを表している。テティスの表面の場所によってクレーターの密度は異なる。クレーターの密度が高くなるほど、その表面の年代は古いということを意味する。そのためクレーターの個数密度を測定することによってテティス表面の相対的な年代の違いを 測定することができる。これは一般にクレーター年代学と呼ばれる手法であり、個体の表面を持つ様々な天体に対して行われている。テティス表面のクレーターが多い領域は最も年代が古く、形成年代は太陽系形成の頃の45億6000万年前まで遡るだろうと考えられている。オデュッセウス内部の最も新しい表面の年齢は、 37億6千万から10億6千万年と推定されている。数値のばらつきは絶対年代として使用した指標の違いに由来する。地形の節で述べた通り、クレーター年代学を元にすると、強国地形であるイサカ・キャズマはオデュッセウスよりも古い。テティスは土星の周りに存在した。 硬着円盤の中で形成されたと考えられている。この円盤は土星形成直後にその周囲に形成されるガスと塵からなる円盤である。土星は太陽から遠く低温であるため土星周囲に形成される円盤では主要な固体成分は水氷であり、これを材料としてほとんどの衛星が形成されると考えられる。 その他の円盤の揮発性物質としては、アンモニアや二酸化炭素が存在したと考えられているが、どの程度存在したのかはあまりよくわかっていない。テティスが非常に多くの水氷を含んでいる理由はまだ解明されていない。土星周囲の周惑星円盤の環境では、窒素分子と一酸化炭素は、アンモニアとメタンに変換されると考えられる。このことは、 テティスを含む土星の衛星が太陽系外縁天体である冥王星や海王星の衛星トリトンよりも多くの氷を含んでいる理由を部分的に説明できる。これは一酸化炭素から乖りした酸素が水素と反応して水を生成する化学反応が発生するからである。その他に氷が非常に多い素性を説明する興味、深い仮説の一つとして かつてタイタンのような衛星が土星に飲み込まれる前に氷の地殻が超積力によって引き剥がされそれが集積して土星の管や内部衛星群が形成されたというシナリオが提案されている。硬着過程は衛星が完全に形成した後数千年にわたって続いた可能性が高い。理論モデルでは硬着に伴う天体衝突がテティスの外装を加熱し 地下 29km 程度にわたって、最大温度は 155K に到達したことが示唆されている。形成が終了した後、熱伝導によって地下は冷えていき、内部は外層から熱が伝わるため加熱される。冷えていく、表面付近の層は収縮し、逆に内部は膨張する。この過程は、 テティスの近くに強い身長応力を及ぼし、その強さは5.7%になったと推定される。これにより、表面のひび割れが発生したと考えられる。テティスは、岩石成分が欠乏しているため、放射性元素の崩壊に伴う加熱が、内部の進化に大きな影響を及ぼした可能性は低い。そのため内部の潮石加熱を除けば、 テティスは内部溶融を経験していないことを意味する。もし過去に内部の溶融が発生したのであれば、それはテティスがディオネやその他の衛星との軌道共鳴を通過した時期であっただろう。以前としてテティスの進化に関する現在の知見は非常に限定的である。土星の受期圏は 土星本体とほぼ同じ角速度で回転しているため、テティスの軌道付近での回転速度は、テティスの交点速度よりも速い。磁気圏のプラズマは磁場に引きずられて、一緒に動くため、テティスの交点より速く動き、テティスに追いつく形で、交点方向の後ろから衝突することになる。ありがとうございます。